皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は NK 細胞ががんの余命を決めるというお話です。がん患者さんの治療がうまくいくかどうか、そして生存期間、余命をですね、決定する因子というのはいろいろあるんですけれども、患者さん自身がですね、持っている、免疫のシステムががんをですね、攻撃する力、それが非常に重要というふうに言われています。中でもですね、NK 細胞はがんと戦うですね、最前線の細胞であって、非常にですね、重要な役割を果たしています。今回ですね、トリプルネガティブ乳がんの患者さんを対象とした、そういう免疫と生存期間との関係をですね、調査した、そういう研究を一つ取り上げていこうと思いますけれども、トリプルネガティブ乳がんというのはですね、ホルモン受容体や、それから細胞の増殖や悪性化に関わる HER2 というですね、そういうタンパクの、3つがですね、全て陰性の乳がんのことです。で、乳がん全体のですね、10から 15% を占めると言われていまして、35歳未満のいわゆる若年性乳がんに多いということが分かっています。トリプルネガティブ乳がんはですね、ホルモン療法やあるいはハーセプチンなどの HER2 をターゲットとしたですね、そういう分子標的薬の効果があまり期待できないということより、他の乳がんよりもですね、予後が悪いというふうに言われています。ではですね、このトリプルネガティブ乳がんの生存率を決定する因子、いわゆる予後因子はですね、何なのでしょうか。で、今回ですね、免疫に注目したトリプルネガティブ乳がんの予後を決定する因子について、研究を紹介します。これは2016年にキャンサーサイエンスという雑誌にですね、報告された論文になります。中国からの研究なんですけれども、278人のトリプルネガティブ乳がんの患者さんの切除標本を使ってですね、予後に関連する免疫細胞の状態を調べたという、そういう研究になります。で、免疫化学染色法というですね、特殊な染色法を用いて、がんの間質ですね、これはがんの周りの組織ということになりますけれども、ここにいるナチュラルキラー細胞 NK 細胞を染めてですね、調べました。その結果ですね、278例のトリプルネガティブ乳がん患者さんのうちですね、55例ではですね、NK 細胞のこの間質への浸潤、たくさんいるということなんですけれども、その間質浸潤が多く、223例では NK 細胞の浸潤は少なかったということですね。で、この写真にありますように、こちらの茶色い細胞ですね、これが NK 細胞になります。で、こちらが NK 細胞が多い組織、こちらが NK 細胞が少ない組織ということになります。さらにですね、生存期間との関係を調査したところですね、NK 細胞が少ないグループでは、NK 細胞が多いグループに比べて生存期間が短くなっていたということですね。で、このグラフでは、この下の生存曲線がこれ NK 細胞が少ない、そういう患者さんですね、こちらが多い患者さんで、やはり NK 細胞がたくさん間質にいる、そういう患者さんの方が長生きをするということが分かります。このようなですね、結果は、乳がん、特にトリプルネガティブ乳がんに限ったことではありません。他のですね、多くのがんでも同じような所見が認められています。例えばですね、頭頸部がん、食道がん、大腸がん、肺がんなどでも、この組織に NK 細胞がたくさん集まっているがんの患者さんの生存期間は長くなるということが分かっています。つまりですね、NK 細胞が活性化されていて、腫瘍に集まって、またがん細胞にですね、攻撃を仕掛ける数が多い患者さんの生存期間は長くなるということになります。ということで、がんになってもですね、NK 細胞をはじめ、この免疫のシステムがしっかりとですね、働いている人では、がんが治りやすい傾向にあるというふうに言えます。
ただ、どうやったらですね、がんに対するこの免疫のシステムを強化することができるかについてはですね、まだその確立された方法というのはありませんし、多くのことはまだ分かっていません。ただ、いくつかのですね、生活習慣ですね、例えば規則正しい生活、特に睡眠時間をしっかり確保すること、それからストレスの少ない生活ですね、この中には例えば笑うことや森林浴をすることなども含まれます。そしてですね、運動は非常に、この NK 細胞を活性化するということが分かっています。またですね、いくつかの食品ですね、例えばニンニク、生姜、きのこ類や、フコイダンを含むですね、海藻類ですね、こういったものによって、血液中の NK 細胞の数や NK 細胞の活性がですね、高まったというデータがあります。でもちろん、こういった生活でがんが治るという保証はありませんけれども、自分でできるですね、セルフケアとして取り入れてみてもいいというふうに思います。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいことや取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄の方で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。